しい。ピン。うん、自分で。起きたて、起きたてっていうか、すっぴんだからね。おはようございます。ねえ、ほんまにやめて。最悪。違う、最悪。ゴリゴリ始まったばっかし。ねえ、何もやめてんな。やめてって。ここですね。ほんとよくない。気持ち悪い。うわー、ねえ、ほんとやめて。あー、ブチブチして。え、なんか細胞が切れていく感じじゃろ。え、怖い怖い。痛っ。ちょっとやりにくいよ。なんか立っててさ、足。ねえ、もうやめてほしい。喋るな、喋るな。喋らんとってもろて。ここです。あー、なるほどね。はい、なんて書こうかな。七並べします。トランプ。ブチブチしとるやん。うん、やばいこれ。ねえ、やめて。ほんまに。これおすすめですね。小指もちゃんと。うわ。皆さん、七並べします。なので、ちょっと準備よろしくお願いします。よいしょ。8分ジャストからします。8分ジャスト。結構じゃない。なんかね、これはね、良くないよ。どう、何をしてるん？あのね、この親指？なんか間？うん。になんかこうゴリゴリってやったらブチブチブチっていう。なんかさ、なんか一見ね、切れてはいけない筋みたいなのが切れようとしてる。それは危ない。それは危ない。それは危ない。こんばん、あ。おはようございます。今日はドラさんが揃ってます。笑い方。8分からします。七並べ、七並べ合宿ね。そうですね、七並べ合宿。これはもう、うん、充電されガチ勢の、ね、修行の場だから。うん、そらすごい台数がもう3台持ちで。そうです。3台勢で。そう、私なんでだけね、壊れた。充電できた。できへん。なんでなんやろ。いや、わかる。あ、刺さってへんやないか。それはサーバーじゃない。それはミスでしたね。こちらの。こちらのミスでございます。あ、こっちに刺せばいいか。あ、いたたたた。ゆらららさん、たるぼうさん、ひろやんさん、お願いします。今日は私の。絶対ブチブチするのがね、簡単に言えない。絶対体に悪いわ、これは。違う。今日はゆうかちゃんとまいちゃんが来てるお家にお泊まりに来てます。泊まりに来たわけじゃないけど、修行しに来たから。せやな、修行に来たな。ねえ、変な鳥みたいな。鳥やな。コケコッコぐらいやったコケコッコ。そう、七並べを今日は5時からしてて、ちょっとさっき寝そうだったんですけど起きた。ショールも始めたらね。うん、起きるね。もうね、左のね、筋だけね、もうブチブチに切れてる。じゃあ右もしな。分からん、なんかヌメヌメになった。最悪、言い方。言い方よ。それクリームやろ。今は舞ちゃんが七並べしてもうしてるんですけど、ゆうかちゃんが舞ちゃんの足をマッサージしてる。足の裏、足、ふくらはぎ、足つぼマッサージしたい。クリームの量がね、足りてないよ。それガチ痛い。ファイト、ありがとう。てか、摩擦ないよ、これ。痛い。摩擦で痛いんだ。クリームの意味。違う、クリーム節約しようね。いいよ、使って全然。クリームより本当はね、オイルの方が。あ、まあ確かにな。オイル、あのホーバーオイルみたいなやつあるよ。あのホーバーオイル。うん、ホーバーみたいなはあるけど。やったのか、そらはよ。え、無理、嫌や。ゆうかちゃんに触られるの嫌や、足。なんか、人に足触られるのちょっと嫌じゃない。そんなことない。でもさ、普段触られんけんさ、自分じゃできんじゃん、マッサージって。なんか座らんとさ。まあ確かにな。足のマッサージなんてできそうなあ。足の裏ってあんましへんけどな。痛たたた。ツボがいっぱいですか。ツボ。本当にそれツボなん。分からん。でも私一人でやるときやっとるよ、こうやってゴリゴリって。続けまして、45秒、4個。早っ。
え、同じようだけやって右足もちょっとクリームもらおうね。お願いよ。結構しなあかんやんじゃん。足の裏専用マッサージしたけど。みんなニベア？ニベア。あんま出てくる。え、違うね。コンコンコンってしたら出てくる。コンコンコンで。そうそう、コンコンコンで出てくる。いやいや、なんかもちさん、じゅんきさん、ももいろクローバーZさん、お願いします。今は右足を、まいちゃんの右足をゆうかちゃんが今マッサージしました。今は足の甲を手のここでこうなんかグリグリして甲同士、うん、甲同士の甲同士、甲と甲、うん、あ、なるほどね。いいね。指にまずそれで靴下履きたくなる。乾くから。ちょっと曲げてくれ。あ、なんだこりゃ。本当なんだ。あ、こう。ねえ、やっさん。痛い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 。痛い痛い。それは痛い。こう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 。いくよ。いやー。何、どういう気持ち？どういう気持ちだけど、痛い？小商売？なんかね、なんかね、うわ。嫌な気持ちだね。でもさ、ここが多分硬いよね。なんか皮膚で。あの、踏むとこやけん。すっごいよ今。あ、え、怖い。何、優香ちゃんね、足の指の、うん、全くドラさんでお仕事じゃないですよ。なんか勝手に優香ちゃんが来た。え、なんで違う。なんか連絡したらさ、2人一緒におるけさ、めっちゃ仲間外れやんって思って。違う、これはね、七並べ合宿をするために。いや、私だって七並べしとんのに、めっちゃなんかやろうや。じゃあ違う、心細かったんや。めっちゃ可愛かったで、なんかへへへへへ。私もやっとんだよにさ、そらはそこで私を呼ばんかった。じゃあゆうかちゃんも呼ぼうやってならんかった。いや、なんかさ、いや、なんだって。いや、なんかなんだって。いや、いいかなって。失礼な、そんなご近所さんで。逆になんか寝てるんかなと思った。寝てないよ。寝てへん。まあ、今日仕事だけど。そうやな、仕事。寝るよ、さすがにね、うん、ちょっとは、うん、ちょっとは寝のな。ほら、ここもね、硬いもん。じゃあそれもだってさ、普段歩いたり踊ったりするけん。だからこそ。いや、そこはほぐしたって皮が厚いから。続けまして、35秒。諦めなきゃいけないわ。動くよ。ドゥ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 。今日は新鮮ですね。ゆうかちゃんがソラハンチ来たのなんか2年ぶりとかの気がするよな。だってまず何もなかったの。うん、え、ほんまに何もなくて、机もなかった。え、そう、机もなくて、今もうこの家にないけど、なんか三段ボックスを横に敷いてか、あ、床で食べてた。床で食べてたか。なんかほんまに何もない時にゆうかちゃん来てたから。で、まいちゃんはこのベッドがないかってな、うん、ないってってことは結構前、半年前。え、そう、いただいた、譲り受けた、ね、譲り受けたです。のっぴーさん、マスタンさん、ギフーさん、お願いします。疲れた、こんなもんじゃろ。あっ、確かに、ゆうかちゃん虫退治に来たやん。あ、なんか一瞬だけ。確かに、確かに一瞬来てくれたけども、そんなな、うん、長いはしてない。うん、してない。疲れた。体力つく。ASMR。どう？軽くなったくない？軽くなった？なんか足の指と指の間がね。うん。ダメだね。だからそれクリームやって。乾く？クリーム？乾くよ。乾いたら大丈夫。小指の間すごいね。ここを開く人ってすごくない？なんか。どう？ある人だとちゃんとしてる人じゃない。すごいすごい、チョキリくるじゃん、絶対足の指でグーチョキポンできる。チョキ、違う違う、あれちゃんなんか、ここだけ出すよ。ポニョみたいになるんだよ、ポニョ、ポニョ、頑張ねえ。な、何しとんほんまに。チョキな、何しとんなんかかわいい、パーやってて、かわいい。おもろ、かわいいじゃん。すごいな、私小指と
何薬指足、うん、くっついたよね。はいはいはい。どういうこと？え、ほんまにね、開かん。ほうな、うん、あんま良くないらしいよね。どういうこと？こす、え、でもそれは、あ、開くわ。小指と薬指開くわ、うん、ほ、あ、全然なんか、もう小指がまず短いけど、でもこの3つは兄弟みたいに揃ってる、ね、難しい。なんか買ったことあるよね、あのさ広げるやつ、外反母趾みたいなさ。何それ？なんていうの、あの足の指を開く、あー開く、開くとかね、結局ね、違和感で外しちゃうんだよ、ね、あ、なるほどね。あれってネイルするときだけはめるもんだと思う。え、それはも思ってた。なんか歩くとき用のがあるの、ゴムの。え、へー。続きまして40秒、ゆうとありがとうございます。感謝。通知取った。え、それはみんなの通知取ってんで、めっちゃくるやば。え、そう、すごいよ。そうな、うん、メンバーのショールーム見るの好き。あ、そうなの。何するの？うん、いや別になんか特に、なんか普通に気になる。何喋ってるか。うん、なんか違うやん、みんな。違うっていうかさ、なんか二期生ちゃんとかもさ、どんな子か分からへんやん。最初に。そう。どんな子かなって。そうそうそう。にゃるへ。にゃるへ。楽しい。ミロさん、もやしさん、よいさん、お願いします。悲しくならないで。悲しいなの。めっちゃ使うで、七並びで。バーストした時とかめっちゃ使う。バーストしちゃった。悔しい。悔しいなの。何でも使えるで、し繋がるやったら。嬉しいなの。おいしいなの。なんかおいしいなのって違くない？ちょっとしなの、おい、おいがつおみたいな。いいね。死なぬな。ねえ、それはあかん。かわいい。死なぬ。うわ、腰痛い。やっぱり動国警報聞こえないふりしたから。足さ、下ろしてほしい。めっちゃ痛い、私のところで置いてたみたいな。サンキュー。ブエー。こっち伸ばしいやん。映らへんで、ここまで。本当に？うん、どこまで映るやろ。ここまで結構伸ばせる、映るかも。え、待った、あ、座らせる、超短くもうちょっとこっち来たら、うん、映ってへんね。こうやってしたら映るかもしれへん。ドゥドゥドゥ、やだね、やだね、やだね。フレックスみたいなするんちゃう、まいちゃん。足ピーンフレックス、めっちゃ綺麗。やめてよ、イチャイチャしてますね、お決まりが。してません。私インチやのに。私インチやのに勝手にイチャイチャして。してませんよ。スターウォーズを急に。知っとる知っとる、キャプテン。マジでずっとこんなんですよ、マジで。続きまして55秒からします。よっ、中村舞とおっちゃんのラップだよ。なあ、おう、おう、今日一日を紹介するぜ。よっ、なあ、二人息合わせてもろて。深夜、なあ、ちょっと、じゃあ行くよ、うん、じゃあちょっとまずパーカッションからお願いします。よっ、いや、いや、パーカッションにヤーとかないやろ。いやいや、私たちの今日の一日紹介するよ。いや、ねえ、みんな食べとんねんって。ヤーとヨーがな、深夜1時半にマイキューに連絡。
やあ、今何してる、やあ、今空旗いる、私と空旗家近い、呼ばれてない私、いやハブられる私、いや悲しい私、誘われた私、いやお邪魔する私、いやいや、空旗一言なんで来たいや二人だけで三回してたら、そんなの許せない、いやそれからずっと、あ、もう入ってこい、いや、こんじゃん、疲れた、やばいね、深夜テンション、じゃあテンションおかしいってめっちゃ来てんで、朝6時やでって、もうね、まあ、元気はつらつしてるから、はつらつで、ドーパミンで、オルナミシー、オルナミシー、よっよっ、キちゃんラップ言って、言っとるじゃん、ま、ずっと眩しすぎる流れ星のジラントさん、ありがとうございます、ん、ライム不満って言ってライムいいんじゃろ、え、もういいや、やってみて、何を、ラッパー、MC 中村MC 中村、 MC 中村 VS MC シナノのラップ対決しようよ、なんで、え、ラップってさ、ラップってさ、むずない、ラップって結構頭使うけんね、頭脳スポーツやけんね、あれ、うん、難しいよな、難しいよ、ラップできる人絶対、即興でさ、ディスりながら、かつ、引用不満といけん、むずいな、すごいな、ゆうかちゃん、ありがとう、じゃあ、バトルで、やだ、先行仲間、今バトルしてんねん、もうすでに、すでに、七並べバトルしてるみんなと、続きまして、45秒からします、え、ラップってなんなんやろな、まいちゃんが得意じゃん、並べ避けたいバースト、今食べたいのは、うん、トースト、おお、いいじゃん、え、うまい、うん、うまいで、じゃろ、そういうことやね、ストーで踏んじゃった、うん、あとストーがもう思い浮かばん、スト、私たちの体力カンストカンストイエイ、いや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 、オンオンチェキラーチェキラー言っとけばいいと思ってるじゃんラップってそうじゃない、要素チェックイットアウトじゃない、そうなん、あーちゃんさん、かっちゃんさん、まさかつさんね、チェックイットアウトでチェキラーなの、楽しい、おもろ、そうじゃない、知らなんだ、知らなんだ、知らなんだってさ、愛媛、そうやで、じゃ知らへんと一緒、うん、あー、え、岡山は知らん、あー、シンプルやな、シンプルじゃない、じゃね、シンプルやな、やね、やな、シンプルじゃなじゃな、じゃな、すごい、みんなバラバラ、岡山、愛媛、兵庫、それな、絶対に交わらへんよな、おきちゃん、静かにしてね、わら、来てるよいや、いいんですよ、空はまあ、そんな、おきちゃんよりまいちゃんうるさかったよね、夜なんかな、違い違い、ゆうかちゃんが大きい声出すねそう、ツボすぎて、ゆうかちゃんが早く行動するときと大きい声出すとき、ほんまにツボやからずっと笑って、人間的行動が手に入るなんてほんまに面白い、ほんまに面白い、だからすっごいね、楽しい夜になりました、めちゃくちゃ、ほんとに、あ、もういつの間にか朝やった、いつの間にか朝やったんやな、うん、ほんま、あかんで、あかんへんのか、あかんへんは言わへん、言わへんのかあかん、あかん、関西弁喋りたいやんな、関西弁喋りたいやんな、せやで、ほら、みんな喋りたいねん、でもかんし、みんな喋りたいねん、え、下がんねん、関西弁はどっちかっていうと、あとでも関西弁じゃなくて兵庫弁、またや、また言ってくる、関西、一応関西やから、一応関西、ちゃんと兵庫やから、兵庫とさ、大阪ってちゃんと違うんやないの、違うほんまに方言、ま、イントネーションとか違うへんの、いや、きついって言われてた、逆に、うん、なんかきつい、大阪の方がきつそうなイメージあるけど、なんか兵庫わりかし上品なイメージあるけどね、え、でもなんかふーさんよりそらはきつくない、ふーさんでも帰って実家帰ってきたら方言、めちゃくちゃあるよな方言、でも出てる人あんまらんけどね、そらはぐらいやろ、南さんとか出てへん、南さん出てない、出てへん、変、変とか使ったら知らへんとか、うまへん、赤へん、あ、赤へん、赤へん、
赤へん、赤へんって赤へんってこと、赤へんって、え、赤へんじゃない、あ、そういうこと、うん、あきまへんとかあんま言わへんで、言わへんで、ピチャヘンザみたいなやめて、言わへんで、ピチャヘンザ、いやいや、続きまして5秒からします。せやかて、せやかてくど、せやかてくど、うわぁ、うっちの推し、あー、平治推しなんか、そうやで、平治推しやからな、平治ね、なんで平治、服部平治くん、まいちゃんマジであの、ゲンタしか知らんけん、知ってるよあ、でもね、お、あれ何見たんだっけ、あれ怪盗キッドが出てくる映画見たんよ、で知った、うん、あれを何見たっけ、て、世紀末の魔術師見たんかな、あのなんか金曜ロードショーでって舞ちゃんと一緒に見て、うん、そこでヒットだけ知ってる、キッドとケンタ、キッドとケンタ、他にも知ってるよ、絶対覚えてない、あゆみちゃんでしょ、あ、ヤマジョさん、チワワさん、カイハラみたいな、ハイバラ、文吾さんお願いします、アイちゃん知らんてんの、考えね、なんでそんなこと言えんや、でもね、まいちゃんすごい、ま、あのクレヨンしんちゃんのマサオくんの本名を知ってるけん、佐藤マサオ、佐藤マサオくんなすごい、謎知識、野原しんのすけしか分からへんかも、桜田ねねちゃんわかんない、桜田ねね、桜、え、ねねちゃんって桜田って言うよ、そうだよ、かわいいよね、おう、風間、あ、風間くん、風間通る、坊ちゃんだけ、確かにね、坊ちゃん、坊ちゃんは坊ちゃん、坊ちゃん、坊ちゃん、なんだと思う、よし、坊だ、そっちの坊が名前じゃない、うん、坊が、坊、なんじゃら坊なんじゃない、坊太郎、よしだとかじゃん、シナのかもしれない、いや、なわけ、シナの坊シナの坊、マジでね、シナの家の名前のセンス素晴らしいけど、やめてね、言わんでな、言わんけど、嬉しい、いつも言ってくれるよね、うん、ありがとう、だってすごくない、分からんよな、あんま、なんかキラキラしてないのになんかキラキラしとるって感じ、うん、ソロハもさ別にキラキラネームではないけどさ、なんか、うんうん、見んよね、確かに、見ん、何ネームっていうの、珍しいネーム、珍しいネームいいよ、めっちゃ好き、シナのソロハになりたい、に嬉しい、私のなりたい名前はシナのソロハと胸ゆきりかやけど、いや、かっこ、え、胸ゆきってめっちゃかっこいいよな、かっこいい、しかもいいな、ゆきりかっていうのがいいね、いい感じ、武将におりそうやん、確かに、あー、いそう、確かに、あ、30分までしようと思ってたらもう30分やった、早いね、時間、今28分よ、七並べしとったらさ、時間めっちゃ早くない、な、1回が3分ぐらいになるから、ってなったらあっという間、マジで、今日はラジオに出演するので皆さん聞いてください、キス FM さん、コービー、コービー、アレクサ、あ、やめてよ、あ、ごめん、なんか変なこと言ったら怖いやん住所とか言い出したら怖いから、アレクサ、バイバイ、はい、私の名前はアレクサです、絵が面白いな、面白いね、絶対アレクサちゃうやんではラストに、何秒かしようかな、30秒かします、あ、でも30秒かいちゃんやってる、35秒にします、あんにゃーん、あんにゃーん、あーにゃ、ピーナッツが好き、こんなでしょ、にょんにょんでも一期が終わったんやったら見ようかな、そろそろ、あれですか、最終話までしないと見ないタイプですか、え、なんかはじ久しぶりに新しいアニメを見ようと思うからちょっと緊張してんねん、あーね、なんかだからはま、なんかめっちゃみんな面白いって言うやん、うん、だからさ、なんか止まらへんくなったらどうしようと思って、あ、ちょっと戸惑ってる、戸惑ってる、うん、でもはなんか声優さんが豪華やね、確か、あ、豪華っていうか、夜さんの声優さんがね、鬼滅なんか見た気がする、胡蝶さんのね、しのぶさん、もしもーしの、うん、鬼を作ったちょっとすごい人なんですよ、あ、なんか似てる似てる、あ、似てる、初めて似てる、あ、10月から2期、あ、すぐやん、言うてすぐ、え、でもこ、え、今年やんな、鬼滅鈴木やんな、あ、そうなの、違うっけ、秋とかじゃなかったっけ、
今年2022やな。うん、え、やったら気がする。違うか、次は無一郎編か。そうやな、みつりちゃんも学ぶ暇があったら発明して、では男女読もうかな。こんな感じでずっとね喋ってました。ドラさんで初めてドラさん3人揃った、私の家に。違う違う違うのね。え、懐かしいのね。やってたね、それもそれ。あ、セットセブンで。はいはいはい。もうかけられたみたい。フェアリーテイルの曲だったよね。あ、そうなん。そうそう、めっちゃ見てたわ。自分のね、男女読みます。13位ミロさん、12位ヤスベイさん、11位キコさん、10位リキケンさん、9位モリケンさん、8位セッコ長男さん、7位タルボーさん、6位ヘルムビーゲさん、5位帝国さん、4位ヒロさん、3位バンジェラモンスターさん、2位ウィンディーさん、そして1位はあーちゃんさん、ありがとうございます。何言ってんだ、何言ってんだ、おっきさん、おっきさん、まいちゃんがセクハラしてきた。いや、してないよ、まったく。してきた。うわ、こうやって近ないんだよ、これですよ。いやいやいや、ねえ、もう、な、画面、ま、よくない、画面外でやめてくれへん。何もしてないのにね、セクハラしてきたとか訴えて。違う違う違う、何もしてないから。よくないね、よくないね、それは。泣き寝入り。あ、待って、みほりんが見てる。え、みほりん二段目におるわ。絶対もう2回も対戦したね。ね、見てたで。じゃあラストにもう一回だけ押して終わりますね。続きまして5秒からやって終わりますね。ほりみん、ほりみん、これみほりん、お餅がって好きですって書いてる。かわいい、愛おしいな。え、お餅食って好きです。ね、お餅大好きですって書いてる。お餅、お餅。でも私みほりんがお餅の話したの聞いたことない。 え、結構お餅の話してるよ。嘘。あ、えらいって送ってくれてる。さすがにそれは好き。やさろ、マジ頑張ろうな、頑張ろうな。褒められた、可愛い、可愛い人に褒められたら頑張れる、頑張ります。山田さん、タイさん、ヒロさんということで配信終わります。ありがとうございました。ゲリラだったんですけど、ソラハウスの方と対戦できてよかったです。この後も。もう。ごめん。今閉めてんねん、配信の最後で。もうやめてもろて、やめてもろて、やめてもろて、おかおまえまへんなあ、終わられへんやん、終わられへんやん。いいね、関西弁ってなんかインフメそうじゃない。踏めへん、踏めへんかも。はい、ということで配信終わります。この後もこんな感じで多分七並びしてますので、もしよかったら対戦しましょう。ではさよなら、バイチャラポー、またねー、おやすみちゅー、みんな頑張ろうねー、バイバーイ。